文部省のカリキュラムも無理があるんで、うん、日本中の授業の上手な先生を集めてドクター A 予備校が指導します。はい、はい、ですね。はい、皆さんこんにちは。東京美容外科の麻生徹です。株式会社ナチュラルの高橋です。はい、イデアの吉澤です。今日ね、なんでこのメンバーであのYouTube を撮るのかっていうのね、予備校をね僕がやりたいと。あ、結構ね投資をいただくんですよ。あの麻生先生の医学予備校を作ってほしいみたいなね。まあ僕もなんかこう社会貢献できることないかなと思った時にね、まあ事業としてですよ、まあ社会貢献って言ってもまあ無料でやるわけではいかないので、立ち行かないので、何かこう世のため人のためにできることがあるかなとすればね、僕ねめちゃくちゃね苦労したんですよ、あ、受験に、うん、そうね、吉澤くんはね僕のねあの同級生なんですね。あ、そうですね、はい、僕がすごい成績悪くて大変だったのもね、うん、知ってるんですけど、うん、高校の同級生、高校の同級生です。生はい、でナチュラルの高橋さんも同級生、同級 生、まあ、年齢が一緒ってだけなんですけど、はい、同い年で僕らが今振り返ってね、自分たちが受けた教育とかね、うん、思った時にね、あのいろいろできることがあるんじゃないかなって、ね、はい、思う。そうですね、高橋さんはね長年教育に携わってこられて、はい、ね、予備校講師から、はい、塾から私塾からいろいろね、はい、されてきて、いろんな思いありますよね。そうですね、うん、ものすごくやっぱりありますね、うん、はい、それは、まあ、今のその受験教育がいいか悪いかは別にして、うん、医学部に行きたい子ってはやっぱそれを突破しないといけないので、うん、よくないですよ、はっきり言って。そうですね、うん、意味ねえよみたいな勉強いっぱいさせられてて、はい、まあ、自主性を高めるって最近は言われてるんですけど、うん、やはりこうやらされてるっていうところがすごく強いのと、うん、そうすると大量なものを与えて、それ与えるだけで後のホール全くしないっていうようなケースがやっぱり散見されているので、うん、そこら辺はきちんとやっぱりやらせるんだったら最後までちゃんとフォローしろよっていう部分もすごくやっぱ思いますよね、はい、そこだいぶ変わってきつつあるし、変えようってする方々いらっしゃるんですけど、うん、なぜこの力ではそうね単純に、あのうまくいかないっていう部分がありまして、僕らはやっぱ数学の先生とかが集まる会でもそこら辺ものすごく話題になってはいるんですね。うん、まあ、だから選抜試験としてどうなんかっていうところですよね、うんうん、そうですね、確かにまあ今の選抜試験だったら努力をする能力ある子っていうのとか、あとそのまあ素養として能力のある子っていうのを見つけることは可能だと思うんですけど、うん、それだけの試験になっている部分がやっぱりちょっとあるかなっていうふうに思うんで、医者的性とかそういうものについてとか、その人のなんていうかな、どうしても医者になりたいっていう気持ちがあんまり反映されないかなっていう試験だと思うんですね。でもお医者さんってすごく特殊な職業だし、人のためにならなくちゃいけない職業だっていうふうに思ってるので、勉強ができるだけっていう部分でない部分もやっぱ多々あると思うんですね、うん、それがやっぱちょっと、うん、あんまり反映されてない部分が多いかなっていうのは、うん、今の選抜試験に対して少し不満な部分はあります。あ、ね、はい、僕はねあのもうお医者さんになりたかったんだよね、もうまさに高校2年生の時になりたいと思って頑張り出したんですけど、うん、それまでの学力がないと戦えないっていうか、うん、高校2年でなりたいものが決まって、はい、でも中学校の時とかねサボってたら、うん、中学1年生のとこからまた始めなきゃいけないじゃないですか、はい、でもやっぱり僕の人生理念として人はいつからでもどっからでもやり直せるって思ってるんで、うん、なりたいって思った時に挑戦できるそういう場所を作りたいなという思いがありまして、うん、はい、まあお二人に協力していただきたいなと思って、うん、はい、ちょっとこの事業部を立ち上げた、はい、そうですね、もう全くのスタートで何も決まってません、うん、これから、うん、やると決めただけ、うん、頑張りたい人を応援できる医学予備校を、うん、まあ作ると。うちはね幸いたくさんお医者さんがいるんで、うん、まああの優秀なねあの医学部生の講師とかね、うん、そういうことも集めたりもできるんですけど、うん、
自分が優秀なんて教えるのの優秀またちゃいますよね、うん、全然違いますね、うん、本当に何言ってるかわからないやつとかいますからね、うんうん、大学の授業って分かんなかったでしょ分かんなかったですね、こいつ何言ってんだろうっていう話になっちゃうんでやっぱり寄り添うっていうことはすごく大事なことなの で、うんでね、子供たちがどうしたら本当に分かってくれるのかとかいうことをきちんと考えながら子どもたちの目を見ながら、やっぱりやっていくような塾っていうのとか予備校っていうのをやっぱり作りたいなというふうに思いますよね、うん、そうですね、はい、まあ、説明とか授業が分かりやすいってことは、はい、もちろんマストっていうか、うん、そういう授業をまあやってもらうってことはすごい大事だけれども、うん、はい、やっぱりその長丁場、はい、励ましながら一緒にやっていくってことが合格に向けてやるっていうのが大事かなと思うんですよね、はい、そうですね、うん、教える側も本質的に理解ができてないとやっぱり子どもたちバカではないので、うん、こいつ何なのっていうふうに思っちゃいますから、うん、まあ、きちんとした学力ある上でやっぱり子どもたちっていうのの目線で物事を考えていくというところがすごく大事だと思ってるんですよね、うん、その、まあ、僕今個別指導塾やってるんですけども、うん、それでやっぱ一番多いのはその進学校とかが全然その生徒の現状を見ていないと、それでその、超進学校ですよ、うちに来てる子結構多いんですけど、うん、その子たちもう全くそのついていけなくて、でもうドロップアウトしちゃって中高行くの6年間ですよね、うん、でそれでもう全部がなんか決まっちゃって結局浪人してもなんかうまくいかないみたいな形になってるんで、その麻生さんが言われるそのリベンジいつからでもできるっていうのにものすごく賛同してるし、うちはそういう子がすごく来て中学から高校上がれないっていうのもすごく来てるんで、あ、これはちょっとやっぱ本当に僕今、痛感してるとこなんで、ぜひ力添えしたいな、一緒にやりたいなっていうところからのスタートだったんですね。なんかもう一回つまずいたらもうダメみたいなね。そうです。あれですね、勉強って実はそんな難しくなくて、はい、人が考えたもんだから人の言葉で説明できるし、はい、人が理解できるようにできてて、ただ早く進んでるかどうかだけなんですよね、うん、はい、だから習ったことはあることはできても習ったことないことは絶対できないわけで、うん、はい、進学校って言っても先取り学習をしてるっていうだけで、うんうん、先にやってるから試験に出た時にやったことあるよねって点が取れるだけだから、うんうん、やれば誰でもできるもんだっていうのを、うん、もう一番にやっぱり伝えたいなっていうのと、それを自主性があってどんどん自分で先取り学習できる子はいいですよ、うん、塾なんか行かなくていいよ、うん、得意な人っているからね、うん、そういうのが、うん、もうそれが好きじゃないかもしれないけど、うん、やらなきゃいけないことだと理解してて、うん、どんどん先やっていく、いたよねそういう、あ、いたいたいた、あ、もうほっといてもずっとあの勉強してるやつね、うん、でもね、やりたいけどできない子ってたくさんいるじゃないですか、うん、そっちだったんですよ僕は、うん、めっちゃやりたいけどやり方がわからないし何書いてるかもわからないし、そこなんです、ね、説明してもらわないとわからないっていう、なのでもうそういう子はもううちとかではやっぱりもうやることをきちんと提案して、うん、こうやってきてねと、うん、でそのやっぱサボっちゃうわけですよそういう子っていうのは、うん、サボらないようにきちんと、うん、もう本当にやってきてるのかお前っていう風にして、うん、一句一句情報交換、そしてその子供ってやっぱ嘘ついちゃうんで、うん、親御さんにうちも必ず連絡をして LINE のやり取りだとか月1回こう保護者面談とかするんですけど、うん、家での様子はどうですかと、したら、いや実はもうこう予備校サボってます、サボってるんですよ、分かりました、じゃあ親御さんが言うと角が立ちますから僕がちょっと、分からないように何とかしますとかいう風にしたり、ボイスチェンジですね、はい、やらないと、いけないんですね、うん、そんな自分でですよ1年間何とかすることができる能力があるんだったらそうなってないんですから、うん、まあ、まあ本人がやりたいという意思がはあるけれども、はい、うん、ついついサボってしまうみたいな人はやっぱり断食道場じゃないけど、はい、やっぱ道場に入れないといけないわけですよね、はい、自分からまあ入ってくるっていう意思さえあればね、うん、いいと思うんですけどね、うん、そうなんですよ、うん、で、まあ、そういう意味ではね今回あの2つのプログラムを用意させていただいてて、うん、まあ、来年の4月からは、うん、まずあの無料で YouTube でこう基礎的な授業の動画、英数、物理、化学、生物を、まあ、アップ配信すると、うん、であとはさっきあったようにその断食
とかもうしっかり管理しないとできないという子に対しては24年の4月から対面授業クラスと、まあそういうのを今計画、はい、まあ、してますと。やっぱりその、うん、僕が予備校に行ってて思ったのが、要するにあんまり勉強ができない子たちっていうのは、まあ、あんまりいい先生が派遣されないんですよね、うん、そのできない子がそのお金を払ってその予備校を支えてるのに、やっぱりいい先生が行くって上のクラスだけ、だからまあ成績も上がってこない。授業の上手な人に、うん、もうそれこそもう有名な人とか上手な人っていうのを我々が選定して、うんうんうん、その単元の授業をしてもらって、うんうん、もうそれを配信する、うん、そうね、はい、もう基礎動画はまずそれを配信するし、もう プロ講師、学生講師含めて、はい、あのもうそうですね、レジェンド高橋さんが、はい、でそれでやっぱね、それでできる子はいいんですけど、もちろんさっき言ったようにできないので、うん、まあ、ビデオをね配信したところで配信してもやっぱ見ないから、見ない寝ちゃいますし ね、もう途中で本人寝る気ないんですけど、やっぱね、うん、これ見とけよって言っても見ないし、うん、開きもしない、やっぱ管理しないとダメなん で、うん、管理まできっちりやる予備校を、まあ、4月からやるとそうですね、いうことでいろいろ雑談してますけど、うん、告知です。そうです、うん、です、はい、ドクター A 予備校が指導します。はい、はい、ですね、その際のやっぱりね、トップ講師っていうのがやっぱり、身近にいて、その先生たちに質問できて、その先生たちが怒られるというような、本当に管理型のものっていうのを作っていって、きちんともう超一流のね、麻生さんの名前を汚さないような、予備校を作っていきたいなというふうに思ってますんで、まあちょっと僕も関わってみたいなとかいう、まあ、あのプロの方、とか、それとかですね、まあ、その配信するときに今ちょっと考えたのが、学生をちょっと、なんかいろいろ使っていこうかなと思ってるんで、そこら辺詳しくちょっと知りたい学生さんとか、いればですね、まあ、後々あの LINE を公式的に作り、なんか、あ、そうね、概要欄に、ね、貼りますので、そこからちょっとあの募集とかを、ね、はい、していただきたいなというふうに思っております。でまあ、オーディション形式でやるとかなんかいろいろ決めてないんですけど、これから、ね、どうなるか分かんないんで、とりあえず募集だけ、興味あるよっていうのだけね、送っていただければいいかなと思ってます、うんうん、はい、ドクター A 予備校の告知でした。はい、はい、なんか我々の雑談取っておきましょうか。あ、雑談、はい、あ、そうそう、さっきの雑談でいくとあれやね、高2の時にあの、うんうん、連立方程式を誰かに高2の時に聞きに来て、うん、あれ結構セキララな、セキララ本当に分かってなくて、トールさ今何勉強してんのって聞かれてるから、聞かれて、あ、今数一やってるとか言ってて、ちょっと見してみって言われてね、それが x-y とか書いてあって、こう2つ、あ、まあ、ね、まあ、年利想定しからまあ2つね、うん、で俺はそれを数1やと思ってやってて、トールこれお前数1って言ってるけどこれ中2で習うやつやねって言われて、すごいすごいショック受けて、あ、そう、でもそっからやり直さなきゃいけない人っているのよね。今年利想定式で数1なんですよ。あ、高校にずれたんですよ。あ、うん、はい、そこら辺、まあ、でも本当僕記憶あるのが、はい、うん、多分河合塾かなんかの夏期講習かなんかの問題があって、うんうんうん、まあ、当時そんなに生、うん、が全然僕委員長と違うので、うん、あの司会に、多分委員長の司会にちょっと入ってなかったと思うんだけど、まあ、たまたまちょっとあの数学の成績が良かった僕の、うん、のピークの時代が高2の時にあって、うん、まあ、そのきっかけかなんか分かんないけど、この問題ちょっと教えてよって来た時に見た問題が、まあ、ちょっと連立方程式かどうだったか分かんないけど、あれ、うん、なんでこんな簡単な問題やってるのかなみたいな、なんか逆に俺をなんかこう バカにしてるんちゃうか、こういうこの学年一番高2で取ったピークの俺に何を聞いてくねみたいな、なんだなんだみたいな、僕の高校時代の時の学年トップですから、はい、あ、その高2 の、 あの最初の実力テストだけですよ。それでちょっと成績落ちてたんですねでも、そのやっぱり教育にはね、気持ち入るよね。あ、入る入る入る、入る、うん、まあ、まさかね、こうやって美容であのね、ちょっと入社してちょっと教育やるっていうのは、はい、
でもやっぱ、まあ、これも巡り合わせかなというふうに、うん、いや麻生さんとね、そのじゃあ高橋さん予備校したいんでちょっと力貸してよって、あじゃあ一緒やぜひやりましょうって言った時に、まず一番初めに吉澤さん、もう担当は吉澤っていうのがいるからっていうふうにして言われ、適材だからっていうふうに言われてたんで、まあまあ、ああそんな方いらっしゃるんだなみたいな、ほらなんで病院にそんな人いるのかなみたいな感じで思ったんですけど、まあね、面白いなと思ってますんで、はい、うちで働いてるドクターの先生たちもみんなやっぱり教育には興味がある人ばっかりだから、まあ、後輩とかいろんな関係、医学部に入ってる人たちだから、はい、うん、いろいろ思ってることあるみたいな、うちもだからクライアントの8割9割お医者さんですからね、やっぱり勉強に向けてっていうのはお医者さんとか、まあ、意識がすごく高いなっていう、うん、ぶっちゃけね、なんかね時代遅れなこと多くて、まあ、学校行ってたら、うん、すごい学校自体が受験にはマイナスですよね、まあ、そういう学校もありますよね、受験に特化すると、ね、受験に特化すると、まあまあそうね、もう学校で体力削られて、うん、塾での勉強もあって通学もあってとかね、うん、あるじゃん運動会とかさ、うん、やってる場合ちゃうよね運動会とかね文化祭とかね、あ、まあ、そういうのやった上で、そういう活動、学校のクラブ活動もやった上で文武両道で、うん、そして勉強もできるみたいな人が大学欲しいのかもしれないけど、うん、もうそんな時代じゃないですよね、難易度が、あ、そうね、そんなことやってたらそんな点数取れないし取れないですね、うんうん、僕らの時代はね文武両道でとかね、そうそう、全国大会に出つつとかね、あ、なんや高校野球しながら東大行ったとかね、まあ、それはまああるかもしらんけど、うん、もう医者になりたいと思うなら、うん、学問に特化しないと、うん、とてもが通る時代じゃないですよね、もうちょっと難しいですね、うんうん、なんやったら僕は高校も行かないって選択をして、うん、宅建取って河合塾行く方がいいと思ってるぐらい、うん、もし医者になりたいなら、うん、はい、うん、それも一つの本当大きな選択肢だと思います、うん、まあ、特にその田舎の方、要するに地方になっちゃうと宿題が大量で学校行事がどうってやっぱすごくあるんですね、うん、で その、まあ、そこら辺も麻生さんは、まあ、いやその生まれた場所によってそういうものの制限があるっていうのはやっぱちょっと良くないんじゃないかっていうふうに言われて、それでまあリベンジしたいときに高さんちょっとね寮も作って、そういう子もね、そう救ってあげたいんだ僕はっていうふうに言われた、あ、いいことじゃないですか、やっぱりその都心部にいるのとその田舎に行くのでは全くその状況も違うんで、やっぱり平等ですよねって言ったら、もうそうなんだよ、その平等でみんながね本当に医者になりたい人を支えたいんだよっていうふうに言われてたんで、あ、それもちょっと僕も楽しいな、それも絶対やりたいなっていうふうに思って、こうやって今この場所にねいるっていうのがありますんでね、なんかね小学校の時にね塾行ってたんですよ、はい、で塾で習うので学校は遅れてたので、うん、先取り学習ができてるから、うん、授業聞いてなくてもよかったので、ね、それでも点数が取れたんですよ、うん、塾行ってるからですよ、それから、で、ある日塾の宿題をねやってたわけ、算数の時間に、うん、あまりにも簡単なことやってたから、あ、まあまあまあ、そしたらなんでお前授業聞いてないねって怒られたんですよ、で算数の先生、うん、で算数の教科書で顔面パーン叩かれた、あるあるですね、そういうことがあって、はい、僕勉強嫌になった、あ、そうね、あ、でそれで、まあ、先の連立方程式が、そうそう、それで中学校は勉強しないって抜かれて、そんなきっかけとかね、 あるある、だから先生の通りにやらないとダメだとかね、ダメとかね、はい、これはまだ教えてないとかね、うん、もういっぱいありますよね本当、そうだ、学校って本当にトップ層に合わせてるわけじゃない、うん、じゃない、うん、下の人を救うためにやってる授業、うん、学校もあるし、うん、もしくはトップ層にしか合わせてない学校もあるじゃない、多いです多いですね、どんどん落ちこぼれてるっていう、だからどうしても集団教育はそうなっちゃうんですよ、うんうん、本来学校は勉強をできるようにする場所じゃなくて、はい、社会性を学ぶところであって、うん、もうそこをもちろんお医者さんにはそういうことができる人が欲しいけれども、はい、うん、学力が欲しいっていうんであれば、うん、やっぱりそこに特化した、うんうん、こっちが合わせるしかないですからね、そうそう本当に、うん、医学部に合格するには優秀な学力を持ってないと合格できないわけだから、うん、そこに合わせたね、まあ、あれですね、よく言われてるのがやっぱ学校の先生で仕事がすごく多いので、うん、もう大変だっていうのはある、でもまあその現状、まあ、生徒目線になってみると学校
自体 その宿題にしろ貴族にしろ何にしろその生徒の足かせになってるっていう部分がやっぱちょっと多い部分があるので、うん、そこはやっぱちょっと排除した方がいいんじゃないかなっていうことは感じます。ただまあ仕方ない部分もあるんですよね。学校、本当に、うん、学校は、まあ、ある程度やってスポーツ、はい、頑張る子はスポーツに、はい、ね、で勉強頑張る子は頑張るっていう風に、はい、適材適所ですよね。分けないと、うん、文部省のカリキュラムも無理があるんで、うん、でも俺いらんもんって言われるだけですからね。俺将来使わんもんって、さすがに数三までやることはないと思うけど、うん、そうね、それでも三角関数もいらんだろうって思うんだからね、まあ、そうねっていうぐらいおかしなことがいっぱいなので、うん、だから、まあ、まあとりあえずいい授業を、はい、もう、うん、プロ講師のいい授業を、うんうん、配信する、はい、YouTube でね、うん、それはもうあの見てくれたらいいですよ、うん、そうですね、学力絶対上がるものを提供すると、はい、うん、それをしっかり見れる管理をする、うん、そうですね、まあそれを見てわからないところとか、うん、定着度を測るテストであったりとか、うん、きめ細やかに医学部合格できる、うんうんうん、あの学力をつけさせる寺子屋、はい、それをまあ4月からやっていこうと、はい、うん、そうですね、いうことで、はい、そうです、はい、とんでもない先生連れてきて、おお、こんなのやるんだみたいなね、うん、そういうインパクトのあるような予備校も作りたいなっていうふうに思ってますよね。そうですね、はい、せっかくやるならですね、もうあの既存にあるようななんか同じようなものやっても仕方ないんで、いや優秀な人を集めた、やっぱり周知を集めるってことが大事だから、うん、はい、うんうん、それこそ今有名なね、うん、教育系の YouTuber とかの先生にも授業してほしいし、うん、でもなんか趣旨に賛同してくれて ね、 あ、そうですね、もちろん、あのその教育系 YouTuber の先生たちのね、うん、宣伝になるならね、うん、いい、そういう人にもねお願いできたら、うん、なのでもう本当幅広くね、幅広く、ね、今は幅広くもう日本中の授業の上手な先生を集めて基礎コースをやりたいですよね。そうですね、もうちゃんと、はい、高橋さんがしっかりと、ビシッ と、そこら辺集めますし、はい、その次のね、再来年からやる4月 の、 その対面授業のプロ講師、これもビシッとそのを、ね、きちんと集めて、もう本当にこんな予備校がもっと早くあったらよかったのにっていうのは感じを作りたいなっていうふうに思ってるわけですよ、うんうんうん、絶対あの授業配信するとコメントもらえるんで、分かりやすかったとか、はい、この人の説明分かりにくいとか、はい、誰が良かったとか、うん、誰々の授業が見たいとか、うんうん、そういうのもこうモディファイしながら、そうですね、最終的にはもっといいものになっていくみたいなね、うん、そうですね、うん、配信形式もね、そのパワポでやるのかホワイトボードでやるのかなんかするのか、まあいろいろね、そこら辺も模索しながらね、うん、一番この子どもたちがあいいなっていうふうに思うようなものっていうのを、取り入れていきたいなと、うんうん、まあ、初めはね、まあいろいろ試行錯誤しながらやっていく、そうですね、はい、難しい部分があるからね、まあ、まず やってみないと、はい、いや批判、ご批判もね、うん、たくさん受けるかもしれないけど、うん、まあ、まずそういうことを配信していくっていうこと、うんうん、これ社会貢献になるんで、はい、迷える子羊たちをですね助けてあげて、うん、はい、あの同じ同僚の医者として、はい、育ててあげてください、はい、はい、ということでドクター A 予備校のキックオフということで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、これからいろいろ計画して、はい、はい、いろいろやっていきましょう、はいはいはい、じゃあこのチャンネルがいいねと思った方はいいねとチャンネル登録の方もお願いします。お願いします。